ゴールデンジャケットオン、あ、もう一回いい、はい、忘れてた結構間空きましたね。久々なんで、うん、約2ヶ月ぶりぐらいの期間があったから。ゴールデンジャケットテイクオン。ヤルオさんのそれはすごい理解できるんですよ。ゴールデンジャケットのどなりは。で、牛尾さんのそのテイクオンはな、なんか着席って意味です。いや、分かってますけど、分かってますよ。テイクオンって着席って意味なんですよ、はい。定着させようとしてるんですか。シッダウン。シッダウンは、シッダウンはなんかちょっと荒れちゃいます。なんか命令口調で。難しい。もう俺は英語諦めますから。諦めます。はい。ややこしいですけども。This。いきなりやめようか。やめときましょう。やめようか。やめときましょう。This person。僕たちはラララララって言ったから。僕たちは僕たちはずっと僕たちが続くだけやから、歌詞分かってへんから、ね、ちょっとそういうとこあるからね。見切り発車してます。いや、そのまま走っていってます。しっかり覚えてきます、ね、来月までに、はい、今のうちに乗っとかないとみたいな。そうです、ね、一生懸命そうです、ね、まあ、見に行きましたからね。我々ね、そうですね、全員見たっていう、それぞれが今やっぱ、はい、一番、いやもうあれは面白いですからね。やっぱオープニングでこの話しとくだけで、あの番組の概要欄のハッシュタグに鬼滅の刃って入れられますからね、うん、嘘じゃないですか、ね、やっぱ小学生とかの層も今後取り込んで、ね、んでいかないと、ね、いかないといけない。20年後はその頃はもう立派なユーザーになってるから、お前鬼滅の刃や思って開いた小学生の汚いおっさんがパチスロギギ言いながら、本当だよ、しんどいしんどい言うて金がなくなるとか言いながら、やめろやめろ、先生言いながら、やめろやめろ、トラブルになりますから、ほんまに。ご子息に見せられますか、ほんまに。お父さん、鬼滅の刃の動画が出てるわ言うて見せてきたんがこれやったら、積極的には見せたくないからでしょ。特にお前らみたいなもんは。やめてくださいよ、やめてください、もうほんまに。ヤローさん、今回からなんかシーズンがまた変わると。はい、3シーズン目で、皆様のおかげさまで、はい、3シーズン目に突入いただきました。長寿番組ですね、もうほんまに。いや、これありがたいことですよ。バッタバッタね、ほんまにいろんな番組が死に絶えていく中 で、はい、残るっていうことはやっぱりもうこればっかりはもう皆様のおかげで。そうですよ、本当選別試験のようなね。そう、選別試験のようなね。うわぁ、しつこー、鬼滅の刃。うわぁ、小学生けえへんから。来てもおっさんばっかりやから、ね、いくら鬼滅の刃で少子千番。おおおおじゃあ、よもや、よもや、けえへんが。そんな歌舞伎みたいなちゃいますからね。全然そんな感じ違いますよ。うまい、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 うん、そこはよかった。弁当のね、そこはすごい良かったです、今の。引っ張ってこれないですからね。水車、痛い、水車、水車、ほんまに痛い。あらら、水が見えた。じゃあ、何が怖いって、これカメラの前じゃないところでも40超えたおっさんが水車言うて叫んでるわけですから、もうほんまにこれもう地味猛量の集まりみたいになってます。水面切りも出してます。いや、ちょ、ほんまに勘弁してくださいよ、ほんまに、ね、え、だって我々から見たらお兄さんみたいなねとこあるじゃないですか、年齢差的に。年は上ですよ、はい、はいはい、お兄さん水面切り言うて、はい、スーツ着てね、はい、一番身なりもしっかりしてんのに水面切りって、はい、でもうチンコ掴んできて、はい、ね、かっこいい、え、かっこいい、あ、まあでも、うん、ヤローさんそっち側かな、さっきなんかちょっとアイコス貸した時、いやいや、先行ってるよだいぶ。何が、店の中でうんこしようとするんだから。何の呼吸だろうっていう。草の呼吸、草ざらにうんこしてやるとか言っちゃうの。草の呼吸、草の呼吸、養分の呼吸、養分の呼吸、2の肩ぐらい出すからね、それを。最終奥義とかもう大変なことになるから。ほんまダメですからね、ホール内でうんことか。すいません、絶対にダメですから。うんごくさんになるとか。うんごくさん、ヤロー君、一回叩かれたもんね。もうボコボコされますから気をつけましょう。ちょっとお前気づかないわ。うまい、うまないから、うまないから、うまないから、ほんまにやめてください、やめてください、危ないですからね、ほんまに。今めちゃめちゃ流行ってるから。外遊園にザルジロウラとかあるんで、ちょっとザルジロウラとかダメですよ。あんまり鬼滅の刃いじったらダメですね。そうですね、よくないですね。センシティブですから。危ない、危ない、はい。この番組は3人で打つ番組です。わかりやすい、わかりやすい、確かにそう、確かにそう、間違ったことは何とも言ってないけど、はい、素晴らしい、うん、まあ、まあいいか、はい、はい、やっぱもう一機種を1日3人で打ったとて、
4本分の尺は作れないんですよね。まあそうだね、6号機ってなるとやっぱどうしてもね、はい、あの当たり前が結構タイトになってしまうから、そうなんです、なかなかこう難しいなというところで、なんで急にこの空あんだけちょけてたら真面目な話してあんやろ、怖っ、急にパチスロ解説者みたいな話してました、怖っ。なかなかやっぱこうマックス2400枚と、まあ、その有力感っていうまだ続けますか、枷になってるんじゃない、生殺与奪の権を他人に握らせるな、あそう、それ、子供生まれそう、ねずこちゃんねずこちゃん、汚いねずこやで、ほんまに、まあ、ウーで喜怒哀楽を、そうそう、じゃあ僕今日はそれに挑戦していきたいと思います、あかんで、あの成立せえへん、成立せえへん、言葉は基本的にあ行の方向で、あ行の方向で、そうやそれただの、もうじゃあそろそろ行ってくださいよ、その、はい、頑張ります、いや違う何年やっとんねん行ってくださいよね、頑張ります昔の昭和のやつや、それ福岡から来ましたスーパージョッキー、初登場の時スーパージョッキー見てるみたい今の感じ懐かしいわほんま先輩、では私目から、はい、行かさせていただきます、左で、じゃあ次後ろさん、いいよ、もう1位、いいですよ、いい、年功序列で行きましょう、ドマン、俺も真ん中やったな、じゃあ僕は右ですね、右でも中でもいいよいやちょっとそう言われたら嫌やな、何やろあの自信満々だって俺別に嫌じゃないもん、ほんまに別に嫌じゃないもん、そったれがほな僕もう右でいいです、右で、まあ、いいですか、いきます、さあ果たしてどうなってしまうのか、ちょっと待ってください、やるおさんからまず引きません、うん、あ、そうですね、そう、それが一番いい、まずはいきますよ、もうやめてくれ、キラキラしたの出ないでくれ、なんかちょ何きたな、なこれきたね、ほんまにあのお金のあのポーチのきたね、なんでゴミ入っとんねん、これ下手したら、ね、ずっと入ってたって可能性があるから、そうそう、ね、なんでゴミが入っとんねん、ほんまやこの何年か、ね、ややこしい、あ、よかった、いやでもなんかよかったです、よかったです、なんかよかったです、ありがとうございます、よかった、うわちょっと嫌やな、せーの、うわぁほら真ん中でいいって言ったのに、社長ですか、じゃあ太郎さんもう締めてくださいよ、はい、はい、平ですで、どうするのだから、いや、だから社長、僕はどうするの、ちょっと僕は一人、あのお船打てないんですよね、あの忍び騙し行きたいんですよ出た忍び、好きっすね、いや好きなんもあるし、やっぱり出るんですよね、ちゃんとハマったら、いや教えてくださいよ、いや1台しかないんですよ、俺休みのやればいいの、俺何しようかな、なんかすごいのいけません、俺やっぱ何最近思ってるんですよね、であいつらなんでけえへんのなあいつら頭おかしいんちゃうかな、収録来て開店に、え、あんな8時半やで俺ら集合、10時開店で、え、そんなバカみたいに早い時間に集まって、なんであいつら開店に間に合っとらへんねん、頭おかしいでしょほんま、それではゴールデンジャケット、忍び魂暁でいきたいと思います、はい、久しぶりに打つな忍び魂、まあとにもかくにも、チャンス目を引けと、そういう台でございます、でこれは設定リセットっていうか、まあ、リセットかかってたとしても、まあ、汚れみたいなかけらっちゅうのがあるんですけど、それがリセットされないと
いう、仕様になってますんで、まあ、ひょっとしたら昨日とか前日まで、で結構溜まってて、一発目でいきなり出てくるとかっていうことも全然あり得るんで、ね、でまあ、基本的にあ いきなりショー出ました。かけらあふれのショー、これとかもショーやからっつって侮るなかれで、溜まってれば溜まってるほどちっちゃいやつが出やすい、小中が。で台なんか出たもんには絶対やめたらあかんっていう、そういう仕様になっております。お、いいですね、この演出が意外に熱い。あ、チャンス目かな、ベルじゃなかったら。いきなりチャンス目、いきなりチャンス目でございます。さあチャンスで一応、ボーナスタッチとしては黒バーの上のチェリーをここかここで、白バーの、下か上のチェリーをここかここでやってたら、まあ一応察知はできるということでございますね。じゃあ黒から狙いましょう。でこれで青が滑ってこへんかったんで青は否定です。はい、で白を狙ったら、白の上のチェリー狙ったらピンクは絶対滑ってくるんですよ。だから中リールはバーリプレイバーをまず、狙う。でこれでピンク7まで滑ってこへんかったら、ボーナス否定です。チャンス目ですね。でチャンス目で速発展やから、これ結構チャンスです。レア子役から即発展は結構チャンスですよ。いやチェリー引いちゃいましたね。はい、ピンクは蹴った。あー外れてますね、多分おそらく外れ。はい、うん、まあ、あー惜しいな、これは降格です。うわーマジかー、これチャンス目やったら大チャンスです。降格中なんで、このスイカやねんなこういう時な。うわーチャンス目や、やったよし、大チャンス大チャンス、よし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 。さあこれでまあ、まあ6でも多分50% とかやったかな、なんかそんぐらいなんですよ。だからまあ設定位置やったらまあ結構下がるんですけど、でもまあここでこれ引けたら始まらへん台なんで、よーしよ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 し、ボーナスくれたら嬉しいよ。狙っちゃいます、リプレイね。はい、リプレイが続いてる、リプレイがあそうか、今 RT 中か、 RT 中か、 RT 中や今。もう多分ボーナスはないです。せやせや、降格中は RT になるんですよ。うん、せやせや、忘れてた。うわーちょっと入っててほしいな。はい、これで転落ですね、ベル外れたら。ただ降格中にいけた、うわ頼むわ、ほんまに欲しい。うわちょっと待って、あれ行かへんの、前兆ステージ。さあこの椅子もそのポイントのあれがあるんで、スタが示唆なしで、うわマジか、両方外れた、最悪や最悪や、もうちょいせめて洋館ぐらい行けよ、潜入捜査ぐらい、潜入任務ぐらい行けよ。うわちょっとなえるなこれ。まあでもとりあえず1回ボーナス引くまでは行ってみましょうね。1回ボーナス引くまではむっちゃ忙しいなおい。でここでチェリー B、 いわゆる強チェリーってやつです。このチェリーの後は狙っていきましょう。まだベルがあって、リプレイ当たりましたね。はい、
チェリー B から、チェリー B からでございます。おーし、 OK、 なんとか持ちこたえた。投手6本、151ゲーム。さあ、かけらはたまってなかったですね。はい、まあでもここからいろいろ情報を得られるんで。でこれ一応白と黒の塊をここにビタ押ししたら、チェリー 100% 取れるんで大事なところですね。あ、失敗した、いきなり失敗した。動画でビタ押してめっちゃ久しぶりにやったけどめっちゃ緊張しますね、マジで。ほんまにおもろいな。うわ、また失敗した。また大丈夫か俺マジで。はい、パスワードは普通ですね。よしパスワードで左、これが右に出てたらポイントが、結構溜まってるということなんであれなんですけども、まあいや、そんなことよりちょっとビタ押し緊張するのやめんとあかんわ。あかんあかん。チャンス目2回目。おし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 、よしよし、今日やれてるぞ、やれてる、引くタイミングはやれてる、バッチリ。あとはやからちゃんと引けるかよね、あれを。はい、ボーナスは、ピンクは否定、うん、ボーナス否定ですね。チャンス目からマジボーナスけえへんな。ただ2回目刺したいな、頼むわ月光の時。変えるか。お、ある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 。ちょっとこれが確定なんかどうか俺は分からんけど、うわ、よし、よし、やったやったやった、死ぬほどやった。 OK、 持ち玉で。ああ、これは豪華、もうこれは行幸ですよ。やったぜ。よし、さあ、あとはこれ伸ばすだけの作業ですから、ね、よし。で一応広角からのヒットなんで、セット数も優遇されてます。よし、よしよしよし、チェリビーやね、テレビでも上乗せ抽選はしてます。乗りたまえ、 50% ぐらいやったはず。乗らずかーかー。ボーナスは引っ張っといて。くー、来た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 、これ今光りましたね。これでリプレイやったらボナカクです。来た、ある、よし来た、ボーナス、ナイス。白から、リプレイ、青頭ですね。はい、ビッグボーナス、ナイス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 、よし、うわー、もうクソ、なんでや。よしよしよし、取れた、取れりゃいいね、取れりゃ。上がれよ。はい、左ですね。はい、青のままでしたね。
まあ10か20だと思います。20ね、はい、10の振り分けなんかあったかな。まあええわ、はい、これとりあえず46まで戻しました。ナイスナイス。まあちょっと分かんないですけど、負けても痛くないんで楽しんでやっていきましょう。はい、あ、今のでセットした感じだね。強欲、この人が強欲やね。ポイント減算してんだこれ。減算250ポイントから減らしていくと。あらら、もう、あ、似合うな。似合うね。あ、これでアイコンを昇格チャンス。ああ、なるほどね。4つの場合はチャンスゾーン以上って書いてありますから、連続演出ってことやね。嫉妬の罪。これはダメそうやね。ああ、なるほど。また。あ、で250だったんやね。なるほどなるほど。あ、でここでも獲得する。アイコンを4つ貯めてたらってことか。250までにアイコンを4つ貯めてたら、あ、1個、あ、この50刻みで獲得チャンスみたいなのがあるってことなのかな。ま、あの詳しいのが知りたい方は他の動画を見てください。そうだから、あの最近、まあ、よくうちに行くんですけど、休みの日も、休みの日とかその仕事収録とか来店じゃなくてもうちに行くんですけど、リゼロをねよく打つんですけど、そろそろねちょっとね気づいてきたんだよね。あ、これ突破しねえ有利区間だみたいな。結局これもう持論ですよ、解析とかじゃなくて持論。やる気がねえ有利区間っていうのがある。もう決まってんじゃねえかな最初のコンビニでみたいな。それすらもう通る通らない。だからアイコンの出てき方とかね、だったらまあそのあとはあれやね、あの異世界対策全然いかないとかね。俺そろそろね200ゲームとかでもやめていいんじゃないかなって思い出してね、リゼロ。やっぱこう打ち出したら当たるまでみたいなところあるでしょ、6号機って。それが結局打たされるのが一番ストレスだと思うんですよ、パチスロ。その天井まであと何百ゲームだとかって言ったら、もう6号機って打ち始めこう回し始めちゃったらもうこんなんもうやめれないでしょ。500プラスアルファで天井だったらこのもう170とかでももうやめちゃダメなわけよ。けど冷静に考えて300ゲームで、まあ1000円で50ゲーム回るとしてもさ、300ゲームだから6000円ぐらいかかるわけでしょ。で、そうだから期待値って、だ吉村も200ぐらいからね打っていいみたいな期待値って、けど100回とか何百回それをやれるやつが何百回やって結果プラスになると
だから1回2回それをやったところでどうにもなんないから、どうにもならないというかその運要素が強すぎるから、そろそろね俺はね途中でやめるありだなと思ってる。イライラするでしょ。だから初打ちはね、6号機のね初打ちはねある程度ねいいの吸わないとね、次打つ気が失せるよね。え、どうやって出すのこれみたいな。6とは言わんけどね、まあこれが1とも言わんけどね、知らないから分かんないけど、まあその AT 入ってからが本ちゃんですから、それ入る前に文句言うのはもうダサいダサい。まあけどこの開発の人ね、メーカーのねが一番思ってると思うよね、もっと面白いもん作りてえのになみたいなね。本当サミーさんの中にもね7つの滞在めちゃめちゃ好きな人もいると思うんですよ。もっとこうねこの6号機の規制がなければもっと面白いもの作れたのにとかね、まあ、各メーカーあると思いますけど、結局ねもうね同じスペックですから、そのバリエーションがもう3つぐらいしかないでしょ6号機。頼む。ああ、入った入った。これチャンスゾーンかな。よし、お仕置き成功。ナイスイン。ああそうやね、パトポークチャンス。15ゲームの間に吸引期待度を上げてくれ。最終ジャッジでパトランプが光ればボーナスだってやつですね。パー一本グランプリみたいな一本、よし上げてこ上げてこ、一本グランプリ。25% は無理だわ。あーあーダメでした。だけどあと今385なんで、占領スロットにこれで行けば変更って、あ、はいはいはい、なるほど、これで変更ってことでいいのかな。で、占領スロット2回やらせてもらって330なんで、まあ、まあまあいいんですけど、あ、6で 20% で、1で 11% とか 10% とか、なんかさっきやろくんしたのかな。もうちょっと当たってる、うん、印象があったけど、実際まあそんなもんなんだね。なんか日に半日やってて1回か2回か世話になってるような気がするんだよ。天井ゲーっていうほど、うん、ねえ、その深いとこばっか持ってかれる台ではないけど、まあ多少ハマんだはもう織り込み済みなんで、まあしょうがないと。まあ、そこでちゃんとビッグが引けるかどうかっていうゲームですよね。でただあの、なんだろう、チャンスゾーンのチャンスゾーンみたいなのに行って、でそこでなんとかチャンスゾーン引っ張ってきて、でチャンスゾーンで頑張って当てて、そのボーナス中にまた頑張ってどのこのとか、そういうややこしい台じゃないんで、当たればまあボーナスができますから、ビッグ化けのその分かりやすさはあのいいと思いますね。あとまあ最近で言ったモンキーターンとかもそうだけど、全長が寒くても発展先によってはね全然期待できたりするのは分かるんだよ。で剣豪とかさ、そういうとこ行ってくれりゃね。ダメだ、
ダメだ。はい、もうこれは天井だわ。どうだね、天井まっしぐら。まあしゃあないっすね、しゃあないしゃあない、もうビッグ引くしかない。やめたいんですけどダメ、ここでやめたらダメ、ダメダメダメですか。あの天井行ったら一応恩恵としてビッグ引けたら 10% で、あの15台の夜 10%、 他でもあれ持ってくる方法ほぼないかなんかやと思うんで、まあ、とりあえずもあと100ぐらいなんで。隣の隣のお姉さんがしんどそうな顔してるからもう譲ってあげようと思って。いや気持ちはわかる、気持ちはわかるけど、とりあえずとりあえず頑張れ。当たった？あ、いや来てる来てる、あれ、いやこれ当たるだろう。ああ当たるわ。あらポイント当たっちゃう。ポイントだったら2回目で1万6000円ですね。46枚貸し。あ、736でしょ。まあここまで来てんだったら、まあ天井やらせてもらってね、その 10% の15台の抽選を受けたいところではあったけど、頼むぞ。お願い。よし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 。さあ、でもここからだからな。第一関門突破、やりました。ブレイク、ブレイクブレイクか。お、わあ来た。ちょっとこれは集合かけねえとだな。さすがです。牛尾君やるときはやるね。さすが、うわ、うわ、はい。2V1 取ろう。おー15台天井で、天井の 10% 天井じゃないよ。え、天井じゃない、ポイントで当たった、ポイントで当たったのに引っかかったって。ポイントで当たった、天井じゃなくてポイントで当たったやつでこれが出てきたらしい。これ15ゲームやれるんだよね。そうです。で最後が100ゲームは711なんで、2V1 で711枚、だから大チャンス。途中はどうすればいいの、何を頑張ればいいの。まあレア役っすね。いやちょっとマジ頑張って、牛尾君1万6000円、余裕余裕でまくれる。俺直で見るの初めてっす。あ、マジですか、うん、あのしょうもないっすよ、マジでしょうもない。行きますよ。あ、頑張れ頑張れ、行きますよ頑張れ。正直正直だって初めこれ見たせいで俺吉宗触らんとこってなったから逆におお、さあさあさあ、いや大体マイゲームのやつは何ゲーム取れれば御の字なんすか。いやけど全部で1000枚超えたら上手です。ああ、じゃあいいよ、ね、途中10とか20も全然あります。ありますありますあります。うまい、おうまい、うまい、いいね。いや、うまいうまい、いいよ牛尾君。え、
茶碗っぽいんだよね、茶碗っぽいんだよ。2000 1000って1000とかないから。今日のワンコチャバっぽいんだよね。なんでこんなふざけあったんですかね。チャバっぽいですよね、本当に。あ、めでてるめでてる、もっともっと高上がりじゃん。めちゃめちゃ怪獣なんだよな。おーおーおー、でかいでかいでかい。今587枚ラスト。いや、え、8台がラストですよね。次ですね。次あ、この次です。この次この次この次これの次これの次。僕卒業します。え、最後に聞いてください。さあ、ウショウ君、ここよ、ここの2分1。いや、ほんま、結構強力なんですよね。強いです、強いです。愛することと信じることじゃ。生きたまえ、生きたまえ。尾崎みたい。最後です、最後最後最後。乗れ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 。おお、よくやったよくやった。気持ちいいな。なるほどね。合計1200万ぐらい今出てるんですね。だいぶ強いじゃないですかね。すごい。こうなるんだ。さすがや、ウショウ君。ウショウ君、ありがとう。ありがとうございます。ウショウ君、素晴らしい。ありがとう。いやー、よかった。トータルで1378枚。よっよっ、社長こんだけ。え、こんだけなの。こんだけとは。俺、G ビールでもこのぐらいいかない。いや、それだいぶやらかしです。いかないですね。それだいぶやらかしですよ。でも、後にもう2個ついてくるんですね。そうです。そうだ、後に2個あるのか、
いやー素晴らしい、ありがとう将軍。いいよ、ありがとう。いいっすよ。気迫が、もう自分で確定音出してやりますわ。いい、ブレブレブレ、ほら赤、スイカ、あ、赤よ。